はい、ということでですね、今日ですね、ジャニーズですね、ジャニーズ。でですね、どんな内容をやるかっていうと、例えばですね、国連がついにですね、来たって話とか、あとですね、ジャニーズの X デーが8月に迫る話とか、他にもですね、井上陽水と山下達郎についてとかですね、あと他にもね、滝沢くんがジャニーズ事務所と結んだ取り決めとかね、そういったのあります。あとね、椎名林檎の話もあったりとかしますね。今日はね、こんな感じです。で、まずですね、まさに今日来たんで、これから行きたいんですけれども、国連がジャニーズの聞き取りに来たってやつですね。で、その後に井上陽水とかね、山下達郎とかいろいろやってきますんで、まあ、興味のない人はね、最初飛ばしてってくれてもいいと思います。はい、ではね、てことで、まずですね、いよいよこれ、ジャニーズの聞き取り調査をするって言っている国連が来ましたね。7月24日、だから今日なんですけれども、今日ね、来日して、で、8月の4日までいるらしいんですよね。で、このですね、国連、ビジネスと人権作業部会が日本をね、公式訪問するのは初めてなんだそうです。で、今回ね、何をするかっていうと、日本政府と日本企業が人権をめぐる義務や責任にどう取り組んでるかを調査するためらしいんですよね。で、その中で、ジャニーズの被害者たちも聞き取り調査をするそうなんですよ。ただね、一応その国連の担当者はですね、私たちの予定の中にはそのミーティングもありますが、だからね、ジャニーズの被害者たちと話す、聞き取り調査する、そのミーティングもありますが、他の多くのミーティングのうちの一つに過ぎません。とは言ってるみたいなんですよね。あとですね、今回ね、聞き取りをして、調査報告書を出すみたいなんですけれども、それがなんかね、来年の4月みたいなんですよね。いろいろ見てると。ただですね、だからちょっと、って感じもあるんですけど、ただね、一方ですね、国連の、日本のですね、国連特別報告者の、小保方さんって人がいてですね、この人はですね、これね、国連の特別報告者っていう役職ですけど、これね、国連から任命されてるけれども、お金とかはもらってない、そういったね、役職みたいですけれども、この人はね、こんな感じのこと言ってます。こんな感じ。国連人権理事会で一緒に仕事をしているビジネスと人権の作業部会が、7月末から日本へ公式訪問し、ジャニーズ事務所の性加害疑惑も調査する予定です。事実認定と被害者救済が迅速に行われるきっかけになることを、現代的形態の奴隷制に関する国連特別報告者として期待しますって言ってますね。だからね、今回の来日にはジャニーズ問題に関して一定のね、なんか効果というかね、期待はしてるってこと言ってますね。で、今回ですね、このね、国連の作業部下が聞き取りをしようとしているところの一つが、ジャニー喜多川からですね、被害を受けた当事者の会ってところなんですよ。ちょっとこれね、タイミングなくてね、僕の動画ではね、まだちょっと消化してなかったんですけれども、今ですね、これジャニー喜多川からの被害者が、今んとこね、7人集まって被害者の会ってのを作ってるんですよね。で、集団訴訟も視野に入れて、ジャニーズ事務所に対してですね、性加害の事実を認めた上で謝罪を求めてる感じなんですよ。で、もしかしたら今ですね、これ人数増えてるかもしれませんけれども、数日前はね、7人でしたね。で、これですね、被害者の会には、なんとこれですね、2000年ぐらいにですね、週刊文春側について、ジャニーさんの性加害事実を認定させた北村雄一弁護士がついてるそうなんですよ。まあだからね、ジャニーズにとっては一番敵の人がついてるっていうね。あとですね、やっぱりね、今回の国連の来日で一番の注目はおそらくですね、最終日のね、8月4日なんですよね。なんでかっていうと、この日にですね、今回ね、国連から来日するビジネスと人権作業部会が開く、日本記者クラブで開く記者会見があるんですよね。そこで、まあ、ジャニーズ問題についても話すのかどうかっていうね。まあね、少しか多くかわかりませんけれども、いくらかはね、話は出るでしょうね。だってね、絶対ね、これね、日本の記者の人がね、質問するでしょうからね。で、それをですね、少なくないマスコミが報道するんじゃないかと思うんですよね。だからまあね、X では8月4日とも言われてるんですよね。またですね、やっぱりこういったですね、外国からの圧力の方が影響力があったりして、で、何回か紹介してますけれども、フジテレビが独占放送のバレーのワールドカップのサポーターから、ジャニーズがですね、数十年ぶりに外されたりもありましたけれども、次ですね、その次に注目されているのが、前も紹介した24時間テレビで、なにわ男子がですね、メインパーソナリティを務めるんですけれども、そこで寄付金がですね、普段通りの額集まるのかどうかなんですよね。やっぱりね、チャリティー番組に子供たちを虐げながらビジネスをしていた今のね、ジャニーズのタレントを出すのはおかしいって考えてる人もね、少なからずいるんですよね。あとね、さらにそのですね、24時間テレビの中で、なにわ男子のね、道枝くんが、これ主演でですね、スペシャルドラマが放送されるみたいで、それがね、これなんですよ、これ。これもちょっと話題になってんですよね。どうもね、これタイトルからすると、知的障害者と歩んだ町工場の奇跡ってありますから、ってことでね、だからこれをね、ジャニーズがやるのはどうなのかとも言われてそうなんですよね。あとですね、24時間テレビの寄付金の次に注目されていることが、これね、僕もちょっと注目ですけれども、皆さんね、注目すると思うんです。何かっていうと、9月ぐらいにね、出始めるって言われている、紅白歌合戦の出場者についてなんですよ。あ、そうだなって思いますよ、これね。だから、通常通りですね、ジャニーズをたくさん出すのか、それともね、減るのか、もしくはいなくなるのかが注目されてるんですよ。
またね、そういったこともあって、こんなね、ちょっと複雑な背景もね、記事が出てました。読んできますね。ジャニーズへの対処は NHK にとって他人事ではない。5月17日放送のクローズアップ現代で、誰も助けてくれなかった告白、ジャニーズと性加害問題を放送したことで、潮目は変わったと言われる中、注目されるのは毎年一定のジャニーズ枠がある大晦日恒例の紅白歌合戦だ。NHK は毎年ジャニーズのアイドルグループを5組ないしは6組出演させているため、紅白はジャニーズ祭りと揶揄されるほど、ジャニーズさんの性加害問題を扱った黒弦は、局の音楽番組のスタッフからの反対を押し切った放送と言われています。今年はさすがに従来のジャニーズ枠を見直せざるを得ないでしょう、って言われてるっていうね。まあこれだからね、今年はちょっと NHK の音楽番組のスタッフがどういう判断を下すのか注目ってところなんですよね。はい、じゃあ次行きます。次がですね、なんでも今ですね、井上陽水が株がね、爆上がりしてるっていう、そういったね、話題になってるんですよ。それがですね、数日前のね、文春の記事なんですけれども、これがですね、山下達郎についての記事だったんですけれども、タイトルがですね、山下達郎とジャニー一族20億円のご恩と奉公っていうタイトルの記事だったんですけれども、で、まずですね、その部分で書いてあるのが、山下達郎はもちろんだけれども、竹内まりやもですね、90年代に入ると山下だけでなく、夫妻揃ってジャニーズ事務所との関係を深めていく。95年には竹内の今夜はハーティーパーティーに木村拓哉がコーラスで参加する。さらに竹内は98年、木村主演の眠れる森にカムフラージュを、01年に中井雅也主演の白い影に真夜中のナイチンゲールを提供し話題となったって感じで、まあだからね、これ山下達郎だけじゃなくて奥さんのね、竹内まりやも含めてすごいですね、新ジャニーズ派だったってことなんですよね。ちなみにこれね、竹内まりやがですね、ジャニーズ事務所のスタッフと旅行に行ったりとかしてる、それぐらいの中だったって記事があったりとか、あとですね、山下達郎と竹内まりや夫妻が夫婦でですね、メリーさんが持っているハワイの別荘に行ったとかね、そんな記事も出てましたね。まあだからやっぱりですね、夫婦でだいぶジャニーズとはね、仲がいいみたいなことが報じられてますね。で、こっからですね、1999年の話に戻って、なんでかというとですね、1999年に文春がなんとですね、ジャニー喜多川の性加害問題を14週連続で取り上げた時があったんですよね。で、その結果、ジャニーズが文春に裁判を起こしてですね、でも逆にですね、ジャニー喜多川が性加害を認めてしまったってことが起こったんですよね。で、これはやっぱりですね、業界には知れ渡ったんだけれども、こんな感じ。だが、山下夫妻は、意に介することはなかった。2003年には、木村拓哉主演のグッドラックで前述のライドオンタイムが主題歌に採用され、再ヒットしている。ただですね、ただ、ここに書いてあるのはこんな感じ。ちょうど同じ時期、ジャニーズからのオファーに正反対の対応を見せた大物ミュージシャンがいる。今日ね、ここポイントなんですよ。で、これをですね、テレビ局の関係者が証言していて、こう言ってます。井上陽水さんに、ジャニーズ主演のドラマに主題歌を作ってくれないかとの連絡がありました。周りのスタッフが、絶対売れる、ぜひやりましょうよと説得する中、陽水さんはちょっと違うと思うと断ったのです。不審がらスタッフに陽水さんは性加害の報道を上げ、そういう噂が出てる限りは受けない方がいいんですよと語ったのです。ってことで、井上陽水にすごいコンプラ重視ってね、意外ですよね。かなり変わり者って感じがありますけれども、こういったところはすごい気にするとか、それはいい意味ですよ、いい意味で気にしてるっていうね、すごいなっていうね。まあ、ただね、これがどうやってね、テレビ局の関係者に伝ったのかわかりませんけれども、そんな話があるっていうね。で、ただね、やっぱりですね、その後も逆にですね、山下夫妻の奉公は続いたって書いてあるんですよね。で、まあこれね、本当かわかりませんけれどもね、これ本当だったら井上陽水すごいなってなるっていうね、お金だけで動いてないって感じなんですかね、これはね。あとですね、この記事でメインで取り上げられてるのは、やっぱりですね、実はね、あのジャニーズ批判で山下達郎の会社から契約解除された音楽プロデューサーのね、松尾清さんのインタビューがこれメインなんですよ、この記事っていうと。で、そこでね、松尾さんが何て言ってるかっていうと、そこではですね、山下達郎がラジオでね、話した件について再反論みたいな感じの内容でしたね、これ。だからね、あのラジオでのコメントってのは、山下達郎がいろいろね、印象操作みたいなことをしていて悲しいって言ってる、そんな感じの、ね、記事になってます。例えばね、松尾清さんが言ってるのが、例えば山下達郎が言った、松尾清は僕と仲がいいとか敬愛するとか言ってるみたいだけれども、彼とはここ数年何回かメールでやり取りするだけの関係だっていうふうに山下達郎が言ったことについて、松尾さんはですね、いろいろ具体的に否定していて、例えばですね、今って言ったらここ数年間ですね、コロナになったから多くの人たちがですね、メールだけになったりもしてるでしょう、仲が良くてもって言ってたりとか、あと他にもですね、松尾清さんがやってるラジオ番組に、その記念会にですね、山下達郎に何回か出てもらったことがある、そういう話とかいろいろしてるんですよね。まあそんな反応がされてます。まあね、ちょっとね、いろいろ聞いてるとね、松尾清さんが言ってることの方が正しい気がしちゃうんですけれどもね。あとですね、他にもね、語られてた興味深いエピソードとして、これね、松尾清さんがね、山下達郎に関して言ってるんですけれども、それね、さっきあったですね、松尾さんの自分のね、ラジオにね、山下達郎に出てもらった時に、過去にですね、アメリカの有名ミュージシャンですごい性犯罪をしてですね、アメリカではその曲をかけてはいけないようになったね、そういったアーティストがいて、その人がですね、
R. ケリーって人なんですけれども、ただこれが、山下達郎はですね、その R. ケリーは天才だって言って、なんとね、その松尾清志のラジオに出演した時に、その曲をね、かけたいって言い始めたんですよね。で、松尾さんは間接的にですね、いろいろ説明して止めようとしたんですけれども、ラジオ番組だからやんわり言ってるんですけれども、まあだからね、アメリカでの犯罪のこととか、事情をね、やんわり説明したんだけれども、でもね、山下達郎は、ラジオ番組でね、気にせずに、その曲をね、かけることになってしまった。って話をね、松尾清志さんが紹介してるんですよね。まあだからね、山下達郎っていうと、前からそういった価値観の人だって言ってるんですよね。まあだからね、松尾さんはこう言っていて、これだと、達郎さんの考え方は、ジャニー氏の性加害に今も苦しんでいる被害者がいる現実から、目を背け、なかったことにしかねません。って言ってるんですよね。あとさらにですね、ここもね、松尾さんはチクリと言っていて、ちょっとね、これも読んできますね。7月9日の放送で、山下が繰り返し語ったのが、ジャニー喜多川氏へのご縁とご恩だった。でもね、これに関して松尾さんがこう言ってるんですよ。達郎さんの主張は一定の説得力を感じます。ただし、ご縁とご恩は社会的公平さの上で成り立つもの。性加害問題に目を背けてきた達郎さんとジャニー事務所とのご縁とご恩は、ビジネス上の貸し借りに過ぎぬという素知りを免れないのでは。偉大なミュージシャンも芸能界の巨大な権力に屈している状況がしみじみと分かり、近くにいた身としても一ファンとしても胸が痛みますと言ってるんですよね。だからやっぱね、なかなかね、松尾清志さんやるなっていうね、やっぱね、早稲田を出てるね、音楽家だなと思って、そういう感じですからね、これね。あとね、これね、次、女性自身からね、こんな記事も出てるんですよ、この件に関して。ラジオ炎上の山下達郎、実は短期で切れやすい、宮中の関係者が知る意外な一面、ベランメイクショーで過去にも問題発言とか載ってるんですよね。まあ、なんかね、今回ね、山下達郎は自分の考えがね、おかしいと思う人は自分の曲はもう聴かなくていいですとかって言ってるんですけれども、まあ、だから結構ね、短期な人だっていうふうにね、書いてる記事でしたね。はい、そして次です。で、この人もですね、今ね、ジャニーズ擁護家ってね、ちょっとね、まあ、ちょっとだけネットで言われてる人がいるんですよ。これ誰かっていうと、今度はね、はい、椎名林檎でした。これなんでかっていうと、今回ね、ジャニーズのセクシーゾーンっていうグループに曲をですね、椎名林檎はね、提供してるんですよ。これ本音と建前ってね、そういった曲をセクシーゾーンにね、こう提供してると。これなんかね、ドラマの主題歌にもなってるそうなんですよね。あとですね、他にもね、こう書いてあります。椎名はスマップに華麗なる逆襲、真夏の脱獄者、TOKIO に雨傘という楽曲を提供しているが、これらの楽曲を中島と松島がライブでカバーして披露したことがきっかけで夢コラボを実現したとかいろいろ書いてあるんですよね。まあだからね、椎名林檎も結構ね、ジャニーズに曲を提供してるってね、そんな感じなんですよ。まあ以前もそうだし、そして今回も提供したって言ってるんでしょうね。まあそれがね、悪いって人もいれば問題ないって人もいるんでしょうけれどもね。でちょっとね、コメント欄見てみたらこんなのありましたね。椎名さんは山下達郎さんどころではないですよ。中村勘三郎さんの最後の女として、ディーンの方々の飲み会にもついてきたかと思えば、国家事業の中枢にも入り込んで、五輪のテーマソングや東京2020の運営委員に名を連ねたり、やってることが上昇志向の鬼。ジャニーズと絡んでるのもおそらくその一環でしょうね。まんまとスタートアップに使われてるようで、正直こっち来んなと思ってしまいます。これ多分ジャニーズのファンの人言ってるんですかね。まあね、これちょっと今言ったらね、本当かわかんないですけど、まあちょっとね、それで本当かなと思って、このね、内容の裏取るのも面倒なんで、ちょっとね、このコメントについてるね、高評価低評価見てみたら、まあこんな感じでね、ちょっと半々ぐらいですよね。あとですね、まあ、それでね、今の高評価低評価でね、真偽がわかるわけじゃないんですけれども、まあ、高評価低評価ってどちらかというと、このコメントを読んで気分がいいか悪いかでつけてる人が主だと思うんで、ただね、全くのデマのコメントだったらやっぱ低評価ばっかりだと思うんですよね。半々だったっていうね。で、あとですね、そしたらこのコメントにですね、なんと返信が3つついていて、それをちょっとついで見てみたんですよ。そしたらその一つがこんなでした、これ。単なるアンチですか。まあ、かける範囲のことを言えば、そう取られますよね。私は椎名さんに夫を寝取られた知人がいますので、いろいろな思いがあるんです。彼女の奔放さは世間の常識ではとても理解できません。特定されるとあれなので、それ以上は書きませんが。ってことで、どうしたどうしたっていうね。いきなりなんかね、違う内容がね、さらりと書かれてるっていうね。まあちょっと、真偽の方は不明ですけどね。なんかちょっと気になったんで一応紹介ってぐらいです、これです。はい、じゃあそして次いきます。次はこれね、ちょっと興味深かったんですけど、何かっていうと、これがですね、滝沢くんがジャニーズと結んだ念書の存在です。これなんか約束事があるっていうね。今ですね、滝沢くんは闇ジャニをどんどんね、自分の事務所に入れてってるわけですけれども、それでこのタッキーのやり方に触れ上がってるのは現ジャニーズ事務所だという。しかしタッキーはジャニーズを辞める際、タレントの引き抜きなどは一切しないと念書を書いたと言われてるのだが、てんてんてん。ただこれだとね、だから引き抜きはしない、これだと闇ジャニに関してはグレーのようです。有力視されているのは山下智久やキスマイフット2の北山宏光です。また今後は錦戸亮、手越優也、赤西仁といったかつてのトラブルメーカーもタッキーが引き取るという話が芸能界に出回っています。今後も闇ジャニの流入は間違いなく続くでしょう。って感じで、まあ、芸能プロ関係者が言ってるとね。なんか赤西くんは行かないって言ってますけれどもね。っていう感じ。まあ、なんか逆にですね、
これ、山下くんは一番行くんじゃないかって言われてるそうです。これ、赤西くんは行かないけれどもね、ついでですけれども。まあね、なんかね、とりあえず今ね、言ったような、これ、ジャニーズ事務所とタッキーの間で引き抜きはダメっていう念書があるっていう、そんな存在がね、報じられてるんですよね。まあこれね、本当かもしれないですよね。ただこれ、今言ったように、自ら辞めたやつをね、その後に入れるのは大丈夫っていうね。なんか本当すぐ入れてますからね。結構ね、なんか会社員の人とかでも辞めた直後にですね、一サラリーマンだったら大丈夫かもしれないですけど、結構ね、上の方の人っていうと会社辞めた後ね、同業の会社に移るのは、ちょっとね、何ヶ月空けてくれっていうのがあったりとかするんですよ。でもなんかね、今見てると、辞めちゃにはすぐですね、タッキーの事務所に行けますから、そういったね、取り決めは今のところなさそうですね。ただ、これからできるかもしれないですよね。辞めちゃには1年間タッキーの事務所とかね、行っちゃいけないとか、あるかもしできるかもしれないですね。ふと思いましたけれどもね。そんなとこです。でもね、こんなのあるとですね、ますます滝沢くんは、現役のジャニーズタレントとは、友達だったとしてもね、連絡取りづらいですよね。ふと思いましたけれどもね。はい。じゃあ、こっからですね、短めにいくつか紹介して終わっていきます。まずですね、話題になってるのが、はい、これ。これですね、これね。平野翔の弟の陸くんのインスタグラムなんですけれども、これ、左が平野翔くんで、で、陸くんなんですよね。だからね、弟のインスタグラムに平野翔が登場してすごい話題になってるんですよね。で、これぐらいですね、ジャニーズに所属してた時ってのは、ありえないことだったって感じで話題になってるんですよ。今だから出れるっていうね、以前出れなかったっていう。はい、そして次です。これはですね、この間の 2B と元ジャニーズの17ユニットのインパクターズの7人が合流ってね、YouTube ライブあったんですけれども、その時に平野くん出てたんですけれども、平野くんがね、その時に着ていた、これ服ってのが、まあ、洋服とかアクセサリーがすごい話題になってるんですよ。なんで話題かっていうと、これ、こんな感じ。これ全身こんな感じだったんですけれども、これがですね、靴以外全部ね、アクセサリーも含めて、ルイ・ヴィトンだったみたいで、なんかね、総額ね、120万円だったそうなんですけれども、それでですね、すぐにね、平野翔の影響で同じものがね、売り切れたそうなんですよ。これ確かに僕もね、結構気になってたんですよ。これかっこいいなと思ってて。まあ、そんな感じです。で、次行きます。あ、もうこれ最後これ行きましょうか。最後これです。はい、これ。おなじみですよね。そう。占い師のケンケン先生が紹介してたのがですね、まあ、人の顔を見てね、性格なんかをね、判断する感想学で、山下達郎を見て紹介してくれてたんですよ。で、その中で言ってた一部なんですけれども、これね、山下達郎の顔を見てですね、パワフルで仕事で成功しやすい顔だと。あとね、他にもね、異性関係の問題があったりとか、道徳心やモラルが低く、逸脱した考え方をする人だって言ってましたね。まあ他にもね、いろいろ話してましたけれども、僕はね、ちょっとこれ聞いて思ったのが、今ってね、道徳心やモラルが低く、逸脱した考え方ってありますから、だからね、これ聞いて、やっぱりね、山下達郎、アーティストなんでしょうねって思った。そういうの思っちゃいましたけれどもね。はい、ということで今日はねこんなところでございます。はい、井上陽水ね本当にね行ったのかなって気になりますよね。行ってたらすごいなと思いますけれどもね、うん。